佐藤澄香です。今回はあなたのお尻周りがキュッと引き締まる体操をお伝えします。あなたのお尻周りのサイズが大きくなっている原因、それは骨盤が開いている。もう一つはお尻の大きな筋肉、大臀筋と言いますが、この筋肉が弱ってきている。この2つが主な原因です。なので骨盤をキュッと引き締めて、お尻の筋肉を鍛えていく、これが解決策です。それでは今から3つの動きを説明していきます。1つ目、まずうつ伏せになっていきます。この時顔は楽な向きで OK です。はい、2つ目です。右のかかとで右のお尻を軽く8回叩いていきます。じゃあいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。この時注意することがあります。まず軽く叩いてあげましょうということです。強い刺激は余計に筋肉を硬くしてしまいますので、痛める原因になります。あともう一つは、生理が始まる3日前後はお休みしてください。右8回終わりましたら、次は同じように左も8回行います。でやってみます。じゃあいきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、では動きの3つ目です。今度は左右に交互に8回ずつ軽く叩いて、それを2セット続けていきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、では今お伝えした3つの動きを1セットとして、1日にあなたのペースで2から3回行ってみてくださいね。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返し実践していきましょう。この動画が役に立ったという方は高評価ボタンと、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。